アウグストベック・アウグストベックは、ドイツの古典文献学者、歴史家、カールスルーへ生まれ、地元のギムナジウムを卒業後、ハレ大学で最初は進学を学ぶが、フリードリヒ・アウグスト・ボルフの影響を受けて、言語研究に転じた。1806年に古代イギリシア音楽についての、論文コマンテシオ・イン・プラットネスクイベルゴ・ファーター、ミノワムによって博士号を取得、同じ頃に、 フリードリッヒ・シュライエル・マッヘルのセミナーにも出席している。1807年にハイデルベルク大学で学業を終えるとともに、言語学の准教授に任命され、2年後には、聖教授に昇進した。この頃の友人には、ドイツ民謡を発見したクレメンス・ブレンターの、ルートヴィヒヨアヒム・フォン・アルニム、ジャーナリストのヨーゼフ・フォン・ゲーレスなどがいる。ベックの講義は、ボルフの洗礼を受けた。 文献学だけにこだわらない百科全書的なものであり、彼の名声は急速に広がった。1811年からはベルリン大学で教授として務め、1814年に言語学のセミナーを設立し、プロイセン王立科学アカデミーの設立に携わった。ベックの研究範囲はギリシア経済史、貨幣と碑文の研究である。ベックはラウレー・ウォン・リンザンを 研究主題にし、ギリシアの人口計算を行い、土量校を調べた。彼の講義は、ジョン・アクトン、ヨハン・グスタフ・ドロイゼン、ジョージ・バンクロフと、カール・リヒャル・トリプシュースによって調校され、その文献学方法論は、日本の芳賀・ヤイチによって紹介された。ベックの功績は、古典文献学を歴史科学にまで高めたことにある。しかし、言語学を、政治学、芸術、 宗教や哲学と関連づけることに反対する、ゴッドフリート・ヘルマンのような学者からは、ベックの非文解釈はあまりに直感的で、語尾も多いと批判された。ありがとうございます。